三、はい、レンガ館からお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは北の端工房吉前、代表のプーさんこと高橋義人さんです。プーさんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。考えてみたらプーさん、今日のお洋服もプーさんカラーですね。偶然ですね。本当にプーさんだと思いながら。そんなプーさんと今日はお送りいたします、はい、ちょっと場所の説明をいただいていいですか。はい、はい、札幌ファクトリーのレンガ館の2階にあります、はい、そこで、お箸作りを毎日教えています。いや、ここレンガ館お邪魔しましたら、ここの、プーさんのところの他も手作りコーナーばっかりなんですね。そうですね、はい、いろいろとあのものづくり、はい、まあ、ファクトリーっていうのはもう札幌ファクトリーでビールをね、日本で最初に作ったところですから、うんうんうん、そこでいろんなその体験を今できるように、はい、ファクトリーも力入れてやってくれてます、はい、そうなんです。いろんな体験もできるし、そしてお土産用にもね、ご自宅用にもお求めいただくこともできるという素晴らしい場所になっておりますけれども、はい、なんかお道具が広がってますね、今日はどんなインタビューになるんでしょうかね。今日はですね、はい、その若狭塗りという、はい、まあ、日本が誇る伝統的な、はい、お箸作りを、はい、なぜか札幌で体験できると。で、若狭塗りというのは実は福井県のオバマ、はい、まあ、オバマ大統領に送ったっていうのでも有名になりましたし、うん、あとあの、まあ、国内ではあの NHK、はい、言っちゃっていいかな、NHK のチリトテチンっていう実は番組で朝ドラで、うん、はい、有名になったお箸で、はい、それを今日はですね、はい、こちらの方で体験をしながら、はい、お伝えしていきたいなと思ってます。うまくできるかな。体験しながらインタビューをさせていただきたいと思います、はい、では早速プーさんにも3つのキーワードをご用意いたしました。こちらになります。じゃん。磨いて光る若狭塗り、師匠古川耕作さんとの運命の出会い、端行くの魅力を伝えたい。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はい、さあ、ということで今日はね、ご紹介いただくのが若狭塗りなんですけれども、はい、あのファクトリーこちらお邪魔しましたらいっぱいお箸がありまして、あの、まあ、後ほどね、師匠との出会いもあります、素晴らしいあのまたものもありますのでご紹介いたしますけれども、これですね、こちらでこういうことができるんだそうですよ。それでですね、はい、ちょっとまずこれをね、はい、流れとして知っていただきたいんですけど、これは実はこれ何っていうと、お箸いっぱいあるんですけれども、これは実はこのお箸、これを作る工程なんです。はいはい、まあ、プロセスですね。そしてこれ木に貼ってあるの、これは卵の殻、卵殻といいまして、卵食べ終わった本当に卵をきれいに洗浄して天日干しして、それを細かく砂状にして、はい、これが卵の殻、そうです、白いのね、はい、を巻きつけて、そしてさらにアワビの貝を貼ります。お、そしてそれがしっかり乾いた上から今度9回 1,2,3,4,5,6,7,8,9回、色を塗り重ねます、はい、そうすると塗り重ねてできたものが、はい、ただの黒い2本の棒です、うんうん、ゴツゴツしてます。これゴツゴツしてますね。9回塗るとこんな風になっちゃう。そうです、ね、はい、まあ、これでももうお箸として十分に使えるんですけれども、綺麗です、ね、うん、艶もあるし、ツヤツヤして、うん、ですけれども、これを今度ですね、このコロ、はい、コロというこの耐水ペーパー、正式名なんですか、コロって。コロって正式名です。名あのなぜコロというか、プーさんが名付けたんじゃなくて、いや、じゃなくてもうオバマでコロって言われてます。はい、これはなぜかというと、サイコロ、あ、はい、六面体のサイコロのサイの目を取ったのでコロなんです。あ、サイコロのサイの目がないから。なるほど。そうするとコロと、はい、で使うのはこれだけです。ですから、もう5歳の子供さんから、はい、最高齢80、もう90近い方まで誰でもできると、ナイフとか使わないんで。これ四角い木にね、要するにサンドペーパーです。サンドペーパーこうやって貼ってあるんですよ。これで磨いていく。そうです。そうするとこの貝殻とか卵の殻とかアワビの殻、綺麗ですね、見えますかね。そうするとそれを削っていくことによって、こういう、はい、
これがこういう模様がね、そうです、でだんだん出てくる、こっちです、だんだん完成品こういうに出てくるっていう、でそれをさらに磨いて、これが完成品です、うん、はい、完成品、これを完成品です、はい、本当だ、これを綺麗だな、こんな風に出来上がります、だからこれがビフォーアフター、ビフォーアフターと、そうです、なるほど、この工程をしながらお話を聞くということ、そうです、これを楽しんでもらう、ちょっとどうやんですか、これなんか砥石みたいな、こんなのもあれば、そしたらこんなのもあれば、そうです、はい、じゃあどういうふうにしていくかっていうのを、うん、今日ちょっとね、はい、この朱色の、うん、このお箸っていうのは実は昔は赤だったんです、昔は赤だったって言い方変だね、うん、これは要するに神様が宿る、なぜかというと神社仏閣、宮島だとか鳥居ってこの色ですよね、あ、本当だ、でこれは実は非常に崇高なお箸と言われてて、はい、お箸の中でも特にもう昔からある、その価値のある位の高い人が使ってた箸なんですよ、それを今日はですね、はい、プチさんに少しずつ削ってあの模様を出すのをね、はい、やってもらいたいなと思います、はい、で先ほど言ったこれコロですね、はい、これを使ってこれから丁寧に削っていきます、はい、それで力だけで削っていくと、うん、早く模様は出るんだけど、うん、実は傷だらけの箸になっちゃうんです、うん、ですから力加減が一番難しいんです、はい、そしてこれテープ巻いてあるのはこっから下傷つけないためにテープ巻いてあります、はい、ですからこっからこの上の部分、はい、そうするとここに貝殻が入ってたりするんで、じゃあもう簡単にこの部分を押さえて、はい、ちょっとプーさんまずちょっとお手本を、最初に教えちゃ見せるんですか、初めてだから分かんない、そしたらね、はい、まずこうやってここをしっかりこれが動かないように押さえて、そしてこれお水、わざとお水がついてます、なぜかというと摩擦で熱をね、もうでこういうふうにまず下の板に平行にゆっくりとまずはこうやって削っていきます、はい、でちょうどあの一番よく教えるのが、はい、お習字でつづりで墨をするようにって言うんだけど、うん、今若い人に言ってもあんまりもう墨汁、そうでも基本的には背筋を伸ばしてこうやってまっすぐに単純に、実はこれを修行3年間するんです、たったこれだけのことなんだけど、そうするとこういうふうに模様が出てくるんです、もう出てきた、なんかもったいないぐらいな気がするんですけど、私傷つけてる感じ、せっかく塗った塗装もったいなくはないんでしょうか、いや、これが400年の伝統工芸、研ぎ出しという技術なんです、もう今ちょっとやっただけでこれぐらい出ます、うん、さあこれをちょっとね、はい、やってみましょう、はい、よいしょ、よし、お水つけます、そうです、お水つけます、で幼稚園で教えるというのはこれ魔法の水と言いますそうすると子どもたちはそうかなと思うんです本当だ、そしてね、はい、今削った今度反対側反対側、うん、ここを同じようにこれこうやってこうやって持って、はい、で手の重さだけでこう削ってみて、そうまっすぐにこう最初は、うん、引っかかるんだけど、そうやってまっすぐに集中して30回削ってみてください、まあ、結構これやってる間無口になりますどうしても集中しちゃうん でとりあえずそれで1回コロをお水の中に置いてください、まだ20何回かまだじゃあ年の数だけ削ってくださいしたら年バレますねはい大体、はい、じゃあこれで拭くときは下から上に1回スッと拭いてください、軽く、そうするともうこういうふうに、これが結局9回塗ってあるんで、いろんな色が中から見えてくるんです、だから世界にたった一つの作品になると、そうです、だからこれを本当に丁寧に、まあ、1時間ぐらい削っていくんです、そうすると貝殻が出てきたり、うん、いろんな模様が出てくるんです、でそれは本当に作る人それぞれの力加減が違うから、だから例えば、はい、過去に教えたいろんなおばちゃんなんかだの北海道弁ではっちゃ聞こえてやる、はい、はっちゃ聞こえてやった、すごい力任せにやる方とか、はい、鍋の焦げ落とすぐらいの勢いで、そうです、それとかすごく慎重な、はい、こうやって本当にこうやってこうやってやったりとか、はい、だからそれがある意味個性なんです、うん、だからこれが例えば同じみんなが同じでやるとやっぱり同じような模様になるんだけど、うん、はい、逆にその性格っていうものがこのお箸作りに反映されるんです、
だから性格判断もできるし、逆に、そういうと女性大体引いちゃいますけど。プーさんこれはあれですか、ね、今ここやったでしょ、はい、ここやったでしょ、はい、全体的にこう回して磨いていくんですか。ね、はい、基本的には、まあ、あの研ぎ出しというのはやり方いろいろあるんですけど、うん、うちの場合にはまず4面、うん、ですからこの箸をまず四角い箸を作ります、はい、で四角い箸を作ってそれから貝殻の部分をきれいに出して、はい、で横の部分をこうやって線をねつなげるようにして、うん、でそれから左右にこう角をね全部削るんです、うん、回しながら。ここからここにってどれぐらいかかります。そこでやっぱり工程的には人によりますけどやっぱり1時間弱かかります。結構あれですね、集中できて良さそうな気がします、っていうのはお箸っていうのは実は1本じゃない、2本で1膳だから、ね、だから皆さん1本を一生懸命作っていやできたよってもうほっとした時にもう1本あるよっていうとみんなガクッとなるんですね。で一番難しいのは2本で1膳だから模様を揃える、はい、例えばできた時に片っ端すごい綺麗に模様出てる、うん、片っ端まだ中途半端だとバランス悪いですよ ね、 そうですね。だから一番僕らがその指導してあれする時には2本で1膳っていうことを、だから1本だったら本当おでんしか食べれなくなっちゃうから刺してダメですよ。そうだからそれをね綺麗に作るということをね僕らやっぱり教えるように。あだからお客様が例えば1時間しか観光客の方で1時間しか時間ないって言ったらやっぱりそのなりの教え方するし、先にお時間ありますかって聞いて、はい、今日は大丈夫だよって言ったらもう2時間かけて丁寧にもう模様を出すように、はい、あの指導するし、いや場所からねやっぱり観光客の方多いって。そうですね、そういう今みたいにこう短い時間でパッと行きたいっていう人もいれば、うん、もう結構遠くからもねリピーターで通ってそうですね、もうハマって、ハマってですよ。そうです ね、 いらっしゃるそうでね。本当内地からもそうだし道内からも、うん、女の子であの本当に日曜日お母さんと一緒に箸だけ作りに、わざわざあのクンネップの方から来られたりとか、もう本当に嬉しいですね、うん、そういうふうにもうリピーターの方が多くて。いやでも私お箸でこういうの実はあの何ですか、そういえばお土産でもらったことあるような気がするんですけど、うん、そうやってこう磨いてねあの模様を出してるっていう意識が全然なくって、これはこの若さ塗り、若さ塗りってどこのものなんですか。これはあの福井県小浜といって、はい、実は京都からもうすぐ1時間ちょっとのところで、うん、まあ、あの日本地図をちょっと思い浮かべていただくと日本の真ん中に琵琶湖というね、日本で一番大きな湖がございます。そこのすぐ北側、まあ、地図でいうと昔は上とかで、ね、上っていったら空しかないんだけど、その北の方に、若狭湾というね、非常に綺麗なありまして、で、まあ、敦賀という、まあ、今、まあ、変な話原発のね、敦賀大井美浜ってね、周り原発に囲まれてるんですけれども、ちょうど本当にその舞鶴ってのはもう京都なんですよ、はい、でその敦賀のちょうど真ん中福井県の小浜の方で、そこが僕の実家のもんですから、それであの、まあ、北海道で、実は北海道っていうのはまだ歴史がないんですよね、でこのお箸って実は若狭塗り400年以上前からの歴史がありまして、はい、でこれをやっぱりあの北海道で、はい、知っていただきたいと、はい、でそれをまた体験することによって、はい、そういう伝統的なものを知ってもらいたいなと思って始めました、はい、そんなわけでプーさんは札幌育ちなんですけれどもご実家が福井と、ね、そうです、いうことで、ではですねその、まあ、札幌でご活躍だったプーさんがなんでこの箸を作るようになったのかというあたりをですね、うん、はい、2つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、2つ目こちらです。じゃん、